ドジャースの大谷翔平投手29が20日、日本時間21日、敵地でのロッキーズ戦に1番 DH で先発出場。第1打席に2試合ぶりの一発となる今季21号を放ち、ブレーブスのマルセル・オーズナ外野手33を抜いてリーグトップに立つなど、チームをけん引して白星に導いた。不動の1番ベッツの骨折離脱で心配されたが、 大谷が1番に座ってからこれで3勝1敗。チームは再び貯金17として、ナ・リーグ西地区の独走状態は変わらない。試合後、デーブ・ロバーツ監督は大谷について、翔平は好調を維持していると簡潔に答えた。試合前にも同監督は大親を称賛。ベッツの骨折離脱により、1番に座る大谷について聞かれると、他に誰もいなかった。 だから彼は完璧なんだ。以前にもやっている。彼はバットが触れている。彼はその前からバットが触れている。それは自分のアプローチにおいてだ。彼はやるべきことをやっているだけだ。彼は素晴らしいと信頼の言葉を語っていた。初回、スリークォーターよりサイドスローに近い左投手、ブラックの4球目、89.1マイル、約143.4キロ、のシンカーをたたくと、 打球は中堅に伸びる綺麗な放物線となり、スタンドへ。ドジャース移籍後では初、自身7本目の先頭打者団となり、今季最長の5試合連続打点となった。すると、4回には2番に入ったスミスが11号ソロを放ち、続く3番、フリーマンも11号ソロ。4回までに5点を奪う猛攻を見せた。不動の1番、ベッツが骨折離脱となったが、 新一に3番で試合を引っ張っ張た大谷はその後は四球、空振り三振、中飛で8回の西二2塁では申告敬遠。1安打でマルチ安打は4試合でストップしたものの、価値ある戦闘弾だった。心強い好調だ。大谷は6月11、12日のレンジャーズ戦で2戦連発をマークして以降はこれで10試合で6発目となったまた。 メジャー通算775安打とし、並んでいた青木宣親、現ヤクルト、を抜いて日本選手単独3位に浮上した。1位はイチローの3089安打で、2位は松井秀喜の1253安打。19日のロッキーズ戦では、0対3の2回西満塁から左中間へ走者一掃の適時2塁だ。今季4打数無安打だった満塁期での初安打となり、 4試合連続打点は今季最長タイだった。6対4の6回に試走者なしで迎えた第4打席でもアンダを放ち、今季2度目の4試合連続マルチアンダをマークした。好調の一員が立ち位置の固定だ。最近の試合で三塁線と本塁を結んだライン上にバットを置き、打席の左足の位置を確認する新ルーティンを始めた。同同じじよううにに構えてて位置に立つっていうのが 一番大事なことではある球場によってバッターボックスのラインの太さが違ったりするのでそこで多少ずれたりすることがないようにしたいなと思っています同じ位置で同じように構えるのが同じようにボールを見るには一番大事なことなので動く前の段階が一番大事かなと思っていますと説明した18日のロッキーズ戦の6回には今季メジャー最長の476フィート 約145.1メートル、リーグトップに並ぶ中越え20号ソロを放った。この一発で日本選手初の4年連続20号となった。ムーキー・ベッツ、山本由伸と投打の柱が故障離脱する中、不幸中の幸いで、ムーキーも義信もシーズン中に戻ってくると思うので、まずはそこをみんなでカバーできればいいんじゃないかと思いますとチームをけん引している。